新型コロナウイルス、この感染症によって命を落とされた方々へお悔やみを申し上げますとともに、国民の命と健康を守るために昼夜分かたず全力で取り組んでおられる医療、介護関係者はじめとするすべての方々に深く感謝を申し上げます。また豪雨や台風などこの一連の災害でお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被害を受けた方々にお見舞いを申し上げます。これまで第二次安倍政権の内閣官房長官として、日本経済再生、外交安全保障の再構築、全世代型社会保障制度の実現という、この国の未来を左右する重要課題に取り組んでまいりました。また今年に入ってからは、新型ウイルス、この感染症の拡大と戦後最大の経済の落ち込み、かつて直面したことがない後者事態に真正面から対処をしてまいりました。今回安倍総理が病気のため道半ばで退かれることになりました。前総理の無念の思いを推察をいたします。しかしこの国難にあたって政治の空白は決して許されません。この危機を乗り越えて、すべての全国民の皆様が安心して生活を取り戻すことができるためには、安倍政権が進めてきた取り組みをしっかり継承して、そして前に進めていく、そのことが私に課された使命である、このように認識をしております。今取り組むべき最優先の課題は新型コロナウイルス対策です。欧米諸国のような爆発的な感染拡大は絶対阻止をし、国民の皆さんの命と健康を守り抜きます。その上で社会経済活動との両立を目指します。さもなければ国民生活が成り立たなくなるからであります。年初来の新型コロナウイルス対策の経験を生かして、メリハリの効いた感染対策を行い、検査体制を充実させ、必要な医療体制を確保します。来年前半までに全ての国民の皆さんに行き渡るワクチンの確保を目指しております。同時に依然として厳しい経済状況の中で、雇用を守り事業を継続させていくことが極めて大事なことであります。最大200万円の持続化給付金、また雇用調整助成金、最大4000万円までの無利子無担保融資の経済対策、必要な方々にお届けをします。さらに GoTo キャンペーンなどを通じて感染対策をしっかり講じることを前提に、観光、飲食、イベント、商店街などダメージを受けた方々を支援をしていきます。 GoTo トラベルについては、4月のスタート以来延べ1300万人の方にご利用いただきましたが、 GoTo の利用者の感染者は10名にとどまっています。今後も躊躇なく対策を講じていきたい、このように思います。経済の再生は引き続き政権の最重要課題です。金融緩和、財政投資、成長戦略、ここ3本を柱とするアベノミクスを継承して、今後とも一層の改革を進めてまいります。政権発足前には1ドル70円台、株価は8000円だった企業が8000台で、企業が日本で経済活動を行えるような状況でありませんでした。現在はこの新型コロナウイルスの中にあっても、マーケットは安定した動きを見せています。安倍政権発足以来、人口が減少する中でも、就業者数は約400万人増えました。
そのうちの330万人が女性です。すべての都道府県で有効求人倍率1を超えることができました。すなわち働きたい人はすべて働くことができるような環境を作ったんです。バブル崩壊後最高の経済状態であったのですけれども、ところがまさにこの新型コロナウイルスが発生しました。まずはこの危機を乗り越えた上で、ポストコロナの社会の構築に向けて集中的に改革をし、そして必要な投資を行い、再び強い経済を取り戻したい、このように考えます。とりわけ新型コロナウイルスで浮き彫りになったのはデジタルおよびサプライチェーンの見直し、こうしたことであると思います。またようやく解禁されたオンライン診療は今後も続けていく必要があります。ポストコロナ時代の子どもたちの教育のためにギガスクールも強力に進めてまいります。行政のデジタル化の鍵はマイナンバーカードです。役所に行かなくてもあらゆる手続きができる、そうした社会を実現するためにはマイナンバーカードが不可欠です。しかしその普及が進んでいませんでした。今後できることから前倒しで措置するとともに、複数の省庁に分かれている関連政策を取りまとめて強力に進める体制としてデジタル庁を新設をいたします。またポストコロナ時代にあっても引き続き環境対策、脱炭素化社会の実現、エネルギーの安定供給もしっかり取り組んでまいります。秋田の農家の長男に生まれた私の中には、一貫をして地方を大切にしたい、日本のすべての地方を元気にしたい、こうした気持ちが脈々と流れております。私はこの気持ちを原点として知恵を絞り政策を行ってきました。第一次安倍政権で総務大臣に就任した際に、かねてから自分の中で温めてたふるさと納税、官僚の大反対の中でありましたけれども、押し切って立ち上げました。それは地方から東京に来た人たちは、自分を育ててくれたふるさと、何らかの形で貢献をしたい、何らかの形、絆を持ち続けていたい、そう思っているに違いない、そうした私の考え方から、ふるさと納税というのを発案をして、そして実現に移したわけであります。あれだけ反対がありましたけれども、今、多くの国民の皆さんにご利用をいただいております。官房長官として、地方の活性化、取り組んできましたけれども、何より嬉しかったのは、昨年、26年間も地方の地価って皆さん、下がりっぱなしだったんです。もう二度と上昇しないと言われてた地価が27年ぶりに上昇に転じたことであります。これは地方創生の切り札である外国人観光客、いわゆるインバウンドが効果を上げました。政権発足当時836万人でしたが、昨年は3200万でした。外国人観光客が地方にも足を運び、消費額全体で1兆円だったのが約5兆円まで伸びました。農業も農林水産品の輸出も4500億円から昨年は9000億円まで伸びたんです。今後ともこうしたことを中心に地方を活性化するような政策をしっかり取り組んでいきたい、このように思っています。我が国の未来を担うというのは子どもたちであります。少子化対策は我が国長年の課題であります。これまで幼稚園、保育園、大学、専門学校の無償化や男性の国家公務員による最低1ヶ月の育休取得も進めてきました。若い人たちが将来も安心できる全世代型
社会保障制度を構築をしてまいりたいと思います。待機児童の問題については、経済成長の果実を生かして72万分の保育の受け皿の整備を進め、昨年の待機児童者数というのは調査開始以来最少の1万2000人でありました。今後保育サービスを拡充し、この問題に終止符を打っていきたい、こう思います。さらに出産を希望する世帯を広く支援をし、ハードルを少しでも下げていくために不妊治療への保険適用を実現をします。安心して子供を産み育てることができる社会、女性が健康に活躍することのできる社会、そうした環境をしっかりと整備をしていきたいと思います。また外交及び安全保障の分野については、我が国を取り巻く環境が一層厳しくなる中、機能する日米同盟を基軸とした政策を展開していく考えです。国益を守り抜く、そのために自由で開かれたインド太平洋を戦略的に推進するとともに、中国ロシアを含む近隣諸国との安定的な関係を築いていきたい、このように思います。戦後外交の総決算を目指し、特に拉致問題の解決に全力を傾けます。この2年間拉致問題担当大臣を兼務し、この問題に取り組んできました。米国をはじめとする関係国と緊密に連携し、すべての拉致被害者の一日も早い帰国を実現すべく、引き続き全力で取り組んでまいります。また7年8ヶ月の官房長官在任中は、危機管理の責任者としてあらゆる案件に対応してきました。弾道ミサイルなどの安全保障上の脅威、自然災害、海外在留の日本国民へのテロの危険など、さまざまな緊急事態、そうした危機に迅速かつ適切に対処してきました。私は常々、世の中には国民の感覚から大きくかけ離れた数多くの当たり前でないことが残っている、このように考えてきました。省庁の縦割りによって我が国にあるダムの大半は洪水対策に全く活用されていなかった事実、国民の財産の電波の提供を受け、携帯電話の大手3社が9割の寡占状態を長年にわたり維持して、世界でも高い料金で 20% もの営業利益を上げ続けている事実、他にもこのような当たり前でないいろいろなことがあります。それらを見逃さず、現場の声に耳を傾けて、何が当たり前なのか、そこをしっかりと見極めた上で大胆に実行する、これが私の信念です。今後も揺らぎず行っていきたいと思います。私が目指す社会像、それは自助、共助、公助、そして絆であります。まずは自分でやってみる、そして家族地域でお互いに助け合う、その上で政府がセーフティネットでお守りをする、こうした国民から信頼される政府を目指していきたいと思います。そのためには行政の縦割り、既得権益、そして悪しき前例主義、こうしたものを打ち破って規制改革を全力で進みます。国民のためになる、ために働く内閣を作ります。国民のために働く内閣、そのことによって国民の皆さんのご期待にお応えをしていきたい、どうぞ皆様のご協力もお願い申し上げたいと思います。以上をもってみまして、私の挨拶に返させていただきます。それではこれから皆様からご質問をいただきます。この後閣議が控えておりますので、
21時30分めどで終了とさせていただきます。ご理解をいただきたいと思います。